元々小田原ケーブルっていうのは別の会社だったんですけど、買収したんです。
いわゆるジェイコムは各地の地域のケーブルテレビ局をどんどん買収していって、今全国的にこうケーブルテレビネットワークみたいな感じでこうやってるけど、本来はもともと別々のケーブルテレビ局を買って、今神奈川県でまだ残ってるのは平塚の SCN 湘南っていうのがジェイコムに買収されて、あと厚木のあゆチャンネルっていうケーブルテレビも独立でまだ残ってる。よくわかってます。あ、あと川崎の川とかあっちの方がいいです。コムっていう形で出てない東急系なんですけど、まあ大体もう買収、子供だった地域のテレビテレビを買収してネットワーク化したのが結構モニターの時からはいはいはい、それ何十年あれですね、山の上ですね、あの小田原の城の上の山の上の近所の上のところ、そうですよね、あの衛星が立ってきて、そうなんです、それで行きましたね。すごいですね、それちょい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 だったり、曲を編成し直せるとか、ね、放送整備がここにあるから、難しいような気がしたんですけど、なんかどんどんなんかこう整理して、いろんなところにあのまとめていってますね。まあ、まあ、人気が悪いんでしょうね。仕事が減ってるんですか、大塚だろう。一番最初に聞かれますからね。だから広報番組が今なくなってるんですよね。役所の番組の低予算ってさらに予算が出ないから、もうやっててもほとんどスポンサーついてないから付き合いで一回こう番組をやめちゃうと復活させられないから、付き合いで経営式場続けてるから、ただまあ利益がなくないよな。動画の方は皆さんの YouTube とかね、うん、そうですね、結構厳しいんですよね。有益な利益を出すのは相当ですね、やっぱり何百万って言わないとダメ。そうですね、100万再生で20万から50万って多くなるから大変だ。ああ、もうすごいね。それだけで食ってけ。100万再生いけるような人たちがいて、まあ、でもゲーム動画とか、あっちの方がよく子供たちの世界ですよね。子供がしっかり見るようなものじゃないですか。
Thank you.
回ったりとかも。